岩瀬引山社祭は、富山県富山市岩瀬地区で、毎年5月17日18日に行われる岩瀬、諏訪神社の春季祭礼である。夜には、引き合いと言われる出し同士のぶつかり合いが行われる、勇壮な喧嘩祭りで、岩瀬の喧嘩山や、岩瀬喧嘩、山祭りなどと呼ばれ、親しまれている。引山社は、1658年に椎岩瀬の人々が、 神通川の流れが氾濫で東に移ったため東、岩瀬に移住。1659年には、その人々が、西岩瀬の諏訪神社の分霊を勘定する、際、古神体の後に伴って、井桁に組んで、神社建築用の資材を運んだ姿が、元とされ始まりとされる。しかし現在の郷土市では1792年の、大火で、 東岩瀬のほとんどを消失しその5町の復興を果たした際、復興祝いと災難を払うため1796年より、出しに建物を乗せて、引くようになった説が有力である。なお建物は、建物がなまったものである。現在、昼間は、木やり歌の後、ヤサー、ヤサーの威勢の良い掛け声のもとまず自長内、その後他長内を引き回す。 夜には建物に明かりを灯し引き回すが、17日は、引山社が、夜8時頃に、琴平車を出発し、岩瀬のメイン通りである大町、新町通りを抜け、引き合いを行う岩瀬諏訪神社前へ向かう、夜のお旅山巡行が行われる。その後引山社は、諏訪神社に参拝し、午後10時10時30分頃より、引き合いが始まる。 また18日も午後9時30分10時頃より、岩瀬小学校近くの中冷島前道路で、引き合いが行われる。その他、初日にはても、コンクールが開催されている。2006年には、と、山の文化財百選に選定されている。なお、再礼前の5月15日には、諏訪神社社殿にて、岩瀬引山社実行委員会や格出しの山本などの、 関係者が参加し安全祈願祭が行われ、その後社務所内で引き合いの組み合わせと順番を決定する。2020年3月16日、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、関係所団体はこの年の開催中止を決定した。翌2021年も、みこしの巡業のみ行われることとなった。現在引かれている引き山社は全11機。 町内単独で出汁を持つ町と南町家が合同で持つ、町があり属正名の町が存在し、南側の町が表方、北側の町が裏方と岩瀬の町を南北に分け、引き合いの際表方と裏方に分かれ対戦する。出汁は近代になり、増減があり、1950年には白山町、1983年には祇園町、1991年には、 赤田町が出しを新増し新たに参加し14期となったが2011年より引き手の人材不足などによりそれぞれ1町で引き出していた土場町と三倉町が合同で新たに財町として出しを出すこととなり14期だったものが13期となった2018年には引き手の人材不足などにより荒木町と新川町が合同で荒木新川町として 出汁を出すこととなり12期に2019年の祭礼を最後に義本町も引き手の人材不足などにより休止することとなり11期となった。なお、1902年の土場町引山遠隔誌によると出汁は10期であった。引山車は高さ約7メートル、重さ約4から5トン、前後に直径27センチメートルの舵棒がついた毛でできた頑丈な範大の上に 格子状の木組みの下山が乗り、その上に降欄のついたひな台が設置されており、その中央に建てた新柱を支えとして上部に線形の建物を乗せる。建物は竹と木できた立体的な扇形の枠に白い布を貼り、布には世相や願い事、おめでたい文句などを半字へと呼ばれるいくつかの図柄の組み合わせで表す。建物は回転するようになっており、夜には蛍光灯や 投稿機で内側より絵を照らす。昔は和紙とろうそくが使われていた。またひな台には増え、太鼓また三味線等の生やし方や子供たちが乗り込む。川と山町で呼ばれる車輪は直径2.9尺厚さ6寸の四輪の段尻である。また、引山車の引き出す際には、キヤルータの後綱を引く。1九百十年以降町内に電線が引かれるように、 なる以前は、引山社に高さ10件の小柱に3段の半自衛建物を飾り付けており、富山の町からも見えたと言われるほど高いものであった。また、明治以降も背の高い建物が載せられた記録と写真が残っている。2006年には、新川町が、富山ライトレール開業や大町通りの無電中華を祝い、高さ18メートルの1902年当時の引山社を、 約100年ぶりに再現し、展示を行った。また、半字絵も当時のものを再現している。表方裏方中立もともと引き合いは、町内を、引き回す、書く、出しが、すれ違う時や追い越す時は神社に向かう出しに、優先権があるルールであるが、交渉が決裂し、優先権のない出しが道を譲らないと中夜を問わず、喧嘩と言われる、引き合いが始まった。引き合いは、 ダシが時に勢いよく交代したり回転して、引かれたり、挟まれたり、等大変危険であり、1954年に起こった二人の少女が死傷した事故により4年間の引き回し自粛の後、現在のように、17日は岩瀬諏訪神社前の県道で、18日には岩瀬小学校西側の中霊凍前の道路で、開始時間を決め、回数も例年5回ずつ行うようになった。 引き合いは、表方の町と裏方の町で対戦する。引き合いは、約20メートル離れた、開始戦に退治した2機の出しにつながれた2本の縄を、表方、裏方に属するそれぞれの田町の人々も協力死守を、かす、総力戦で行われる。引き手を鼓舞するように激しく太鼓が打ち鳴らされる中、互いの出しの後部まで左右に分かれ走って引き出す。 動き出した出汁は勢いよくドーンと大きな音を立て、出汁の後輪が浮き上がるほど激しくぶつかった後、引き手の合いの手に合わせ位勢の良い掛け声を上げながら、引き続け相手の出汁を交代させ、勝敗を決める、いわゆる綱引きのようなものである。出し工法では、側やかじ棒と出汁の間に、手こぼを5、6本差し込み固定させ交代を防ぐ。引き合いは大変危険なため、 引山社関係者や警察などが参加者や見物人に注意喚起並びに整理を行っているが近年では2000年に飛び入りの参加の男性がロープと出汁の間に挟まれ死亡。2011年には出汁の後方で手棒持ち車輪を固定していた町内参加者が2機がぶつかった際交代した出汁に惹かれ大怪けがをしているため2012年より 引き合いの際のロープ引き役のコースを遮らない、出しの後ろの見張り役に二人を当てるなど、新たな安全対策を取ることとし、違反した町内は、来年の裁例不参加を申し付けるなど厳しい罰則を設けた。なお現在も昔の引き合いの名残として、昼間に他の出しとすれ違う際話し合いにより、余興で近距離から軽くぶつけ、その後引き合うことがある。ここでは、 各町の老若男女が綱を引く。ありがとうございます。